おはよう。今日も規則正しい生活なう。おはよう。ちょっと待って、テロップ書いてみよう。おはよう。はじめまして。あら、はじめまして。昨日はもうね、あの劇場公演からのあれだったんですよ。藤崎マーケットさんのルームウォッチングに出演させていただいてて、お家帰ってね、もう速攻お風呂入って速攻寝る準備して、あの速攻寝ました。マジ、あのね、私この頃ねめっちゃ規則正しい生活してるんよ。でもちょっとね、寝起きの声かもしれん。完全に寝起きの声かもしれませんね。仕方がない。おはようございます。おはようございます。前が見ながら、あよよよ、あよよよよ、あよよよよ。あ、昨日の劇場公演に来てくださった方も来てくれてる、ショールーム。もうね、あのね、私ね、あの劇場公演ね、ぐらいめっちゃね筋肉痛になるんよ。だから昨日ね、お家帰ってからね、もうめちゃめちゃの筋肉痛なってね。しかもその筋肉痛がね、両足になったんですよ。両足筋肉痛になって、ほんまに私ね、もう筋肉痛めっちゃ苦手なんですよ。痛いっていうことがめっちゃ苦手で、で筋肉痛めっちゃ痛くて、めっちゃ痛かった、ポン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 って感じなんですけど、湿布貼っといた。湿布ね、湿布ね、私めっちゃ苦手なんですよ。おはよう。で、あの湿布苦手で、で湿布も苦手で、なんかやめといた。おはよう。なかなか足も痛いでござんすな。こちら、ねえねえねえ、そう、あのスースーする感覚がね苦手すぎるぜ。で皆さん、あのね、テロップにも書いてる通りね、あテロップにも書いてる通りね、皆さん見て、お話し会受付中なんですよ。わかる？これ、お話し会受付中。見えますか？今日のお昼の12時まで。申し込んでくれた？申し込んだよーっていう方、みっちゃんとお話ししたいから申し込んだよーっていう方、プチュヘンザーっていう感じなんですけど、全日程申し込みました。嬉しい、やった。まだです。なん、どっちで？宣伝画像を使ってくれてありがとう。いやいや、こちらこそ作ってくださりありがとうございます。まだね、いっぱい、あの作ってくださってる方がいてて、それ全部スクショしておいてて、マイキーにね出したら待って、使えなくなっちゃうから。おはよう。私はね、あの前日って7部から9部にね、あのお話し会に参加させていただくんですけど、ちょっとお話し会ね、あの部数増やしたいねんなって、私の欲望
欲望ものみたいな、私の欲望みたいな感じで、けどこの第一次の受付でも絶対完売の受付終了出したいなって思ってるんですけど、どうやろどうやろ分からへん。けどね、あの申し込み講座しようと思ったらログインのパスワード見ら忘れてもうて、マジやってもうた。何だっけな、メールアドレスが、あ、メールアドレスが間違ってんのか。あ、メールアドレスが間違ってんのね。こっちのメールアドレスか。こっちのメールアドレスって言ったけど、教えません、あのメールアドレスか。こっちか、一回やってみよう。ログイン、え、ログインできませんでした。ダメやん、ダメやん。こっちのパスワード間違ってんのかな、わかんないな、無理、諦めみなこで。あのね、結構私もうね、どんな服装するかね3つだけ決めてるんですけど、その3つをちょっと発表したいと思うんですけど、皆さん発表していいですか。いいよ、ありがとうございます、おはようございます。まず7月、まず第この25枚目シングルのオンライン話会の第1回目のね、あのあれ、第1回目のあのお洋服はドルドルドルン、季節外れ、間違えた、遅れてしまったセーター T シャツを着たいと思います。なんとね、12月のオンラインお話し会の時にセーター T が間に合わへんくて着れなかったんですよ。だから次のお話し会では着ようと思ってたのでね、私ね、何枚ぐらいがおすすめですか。多かったら多かった分なんか濃いお話の内容できるから、まあお財布とご相談。申し込んだよ、バイバイ。お、お仕事かな、バイバイ、おはようございます。で次、もう次も決まってるんですよ。7月18日はね、7月18日はもうこれずっと前からね、とあるメンバーとお揃いに、お揃いにしようって決めてて、もうその服も買ってるんですよ私たち。じゃあ7月18日のお洋服はおココとお揃いのコーデをしたいと思います。せーの、パチ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 、もう買ってるんですよ、私の目の前にあるんですよ。もうほんまにこれはおココとあのずっと前にあのお買い物行った時に、え、この服かわいいってなって、これオンラインお話し会で あれお揃いにしようやって言ってね買ったんですよ。これからテレワークに入ります。バイバイ、バイバイ、頑張れ。でそんな感じと、はい、そこしか発表しないでしゅでしゅ、そこしか発表しないでしゅ。あとの23日、24日、8月7日、8月8日は内緒、内緒です。まだね、発表しないので、とりあえず第1回目と第2回目のオンラインお話し会の何やろ日を言いました。イエーイ、皆さんもっと未来に会いたくなりましたか。あんまりなってない。
そう、おここと揃い。もうね、もうほんま楽しかったんよ、その服選びも。ちゃんと試着もしてフィッティングもしたので。おはようウォルトン、ミラココナ楽しみ。いや嬉しい、ぜひね会いに来てください。もうほんまにちょっとね悔しいので、部数増やせるように自分自身も頑張るんで。で皆さんねめっちゃ拡散してくださってて嬉しい、もっとお願いします。どんな感じなのか楽しみ。これねあのね言わんとこ内緒にしとこ。お仕事行きます、行ってらっしゃい。なんかね8時からショールームするってツイートした時に結構仕事っていう方が多かったんですけど、帰ってきたのが遅かったから7時からショールーム出たら絶対みんな寝坊しちゃうなって思って、だから8時からにしました。ごめんなさいね、なんかごめんなさいね。皆さんお仕事ね、金曜日やからお仕事やと思うけど、ごめんなさい。ぜひねお友達とかにもねミラコちゃんのお話し会楽しいよってぜひおすすめしてあげてください。まあ楽しいか分からへんけど、いや楽しい、私は楽しくねやらさせてもらってるからこそ部数増やしたいなって思ってるので、ファンの人の宣伝ツイート見ました。あ、すごい。わ、SNS の力ってすごいですね。おはよう。あ、可愛いって言われた。やっぱり。やっぱりとか言っちゃって。こんな感じ。私はね、あとは毎日柔軟して頑張ってる。毎日。毎日毎日毎日柔軟したり頑張ってます。皆さんも一緒に頑張りましょう。なんかもう胸は父でももう花粉症で仕方がない。次の公演のね日程がね発表されたんですよ。めっちゃ話変わるけどね、オンラインお話し会からのめっちゃめっちゃ話変わるけど、めっちゃ話変わる。あ、もうめっちゃくしゃみでしょ。もうみんなくしゃみねすぐ出る。もうめっちゃくしゃみ出る。うん、やばい。どう、くしゃみ出た。おはよう。お話し会どこかで行くね。どこかではダメなんです。いっぱいに来てください。はいはい。あかん、公演日出てこない。あった、これか。今は25日と17日に出演させていただける予定です。誰が噂してるん、This is 花粉症。いっぱい来たいな、来てね。お話し会参加したことないから怖いです。あのね NNB のお話し会はスタッフさんがついてくださってるから AKB さんよりは分かりやすいかな。あとはめっちゃあの繋がらへんくてもめっちゃあれですよ、全然焦らずにあのスタッフさんがめっちゃ説明してくれはるからグッジョブ。まあ、お話し会は外でやるんやったらあれだね、恐怖じゃないところの方が声が聞きやすくて、えなんてって言ってる時間がもったいないから恐怖じゃないところがおすすめですね。恐怖やったら恐怖のところやったらあのマイク付きのイヤホンをすることがすごく聞き取りやすいなと私は思います。じゃあどこかとどこかできます。どこかとどこかではダメなんです
バリ高望みするやつ。申し込みよりも申し込みも AKB さんに簡単や。そうやねんや、知らんかった。スタッフさんの対応素晴らしかったね。面白いですよね。面白くはないか。申し込んでありがとうございます。おはよう。お話が始まるので抜きます。あいや、未来ちゃんのお話し会楽しいって宣伝ツイートに書いてありました。えぇ、ー、めっちゃ事実。今は4月25日と4月27日に劇場公演に出演させていただくので、ぜひ来てください。あーけどあれやんね、今何だっけ、あれかあれよね、ちょっと今コロナウイルスの状況で開催できますようにという感じなのですが、そう、緊急事態宣言が出てるから、ちょっとねあれよね、悔しいというかね、どうなるのか。そう、大阪ね、私もまあね、職業というか、職業じゃないわ、通勤電車怖いなって思います。だから帰る時間とかもずらしてます。なんかこの時間帯絶対人多いやろなとか思ったら、もう帰らないようにちょっと時間ずらして帰ろうとか思って対策してるし、今は花粉症やからくしゃみをしちゃってちょっと申し訳ないなって。あとね、私この前ね、この唾液が電車の乗ってた中で唾液が気管の中に入ったんですよ。でもうほんまにむせて、けどやっぱりね、やけど皆さんやっぱり気管に入ったことって周りの方分からへんから、コロナかって思われたら嫌から、めっちゃ我慢したんよ。めっちゃ我慢したっていう話。手洗いうがいはね、もう絶対してる。ご飯食べる前も絶対手洗いうがいして、 NNB の劇場に着いてからも手洗いうがいして、感染症対策頑張ってます。皆さんも体を大事にしてください。ありがとうございます。フロンティア新陳申し込んだけどどうなるか分かんないよね。あれですよね、11日まで緊急事態宣言出るみたいな、出ないのかな、どっちかなっていう感じなので、どうやろうね。席しちゃダメって思うとなんか止まらんくならへん、ならん、なる。しかもなんか赤信号ならんといてほしいって思ったら全部赤やしね。そんな世の中だぜ。それぞれ学校着くからバイバイ。早っ、そっか早いか、バイバイ。はじめましてミラコです。今は新型コロナウイルスの話をしています。まあけど大阪が一番日本でやばいっていうのを聞いたから、まあ怖いっていうのもあるけど、 NNB のメンバーも京都とかの出身の子とかも多いから怖いですね。中野の今日の予定は言い方めっちゃおもろい。中野の今日の予定はちょっと教えられないな。シークレットディッシュ。シークレットということで、ちょっとパジャマかわいいでしょ。ファンの方からいただいた、もうね
昨日おとついぐらいまで着てたねミニオンのモコモコのパジャマもうね暑いでよ暑いでよ。ひつまぶしから好きになりました。嬉しい。なんかねなんかパッて見た時に何回も見た時にファンの方のプロフィール欄を見た時にひつまぶしって書いてあってめっちゃ嬉しいなって思ってありがとうございます。ありがとうございます。ミラクルってことかな。嬉しいな。朝から元気出るわ。嬉しい。ありがとう。でもまた寒くなるみたい。もう、やや寒いの、やや。あのね、微妙に寒いのが私嫌いなんよね。朝寒い。朝暑いじゃない。朝というか、日中暑いじゃないですか。なのに、夜寒いじゃないですか。服装が分からへんからね、嫌なんよ。みんながおしゃれ番長とかやったら別にね、いいんですよ。服装の管理できる人やったら。みーちゃんできない、できない。みーちゃんできないよ。ね、だからね、春と、梅雨と、梅雨と、あれって何か言うやんってな。秋はね、よく分からへん。分からん。わからんからなぁ。まけどね、NMB ね、あれなんですよね、劇場公演をに出演するとき、NMB 地下やから、まあ、どこのグループさんの、あれ地下じゃないんか、そっか、AKB さん8階とかやんね。だから地下やから、のね、どんなんかわからへんのよ。外の気候が。気候がね、わからへんくて、そんな感じ。こんな感じかな。こんな感じということで、そろそろランキング発表しようかな。じゃあちょっとランキング発表しますので、皆さん、88の88お願いします。13位、あきら 2% さん、ありがとうございます。12位、ひろしさん、ありがとうございます。11位、あっちさん、ありがとうございます。10位、ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。9位、フォーコさん、ありがとうございます。8位、ゆうさん、ありがとうございます。7位、ゆういちさん、ありがとうございます。6位、大阪の渋谷、なぎさまえさん、ありがとうございます。5位、つよぽんさん、ありがとうございます。4位、しじまるさん、ありがとうございます。3位、ともさん、ありがとうございます。2位、おんともさん、ありがとうございます。そして、この第1位は、ドルルルルル、ドルル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 、ドゥドゥン!キャラメル、Pさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてスペシャルギフトを投げてくださった方、ともさん、ありがとうございます。あきら 2% さん、ありがとうございます。あぶりカルビリリーさん、ありがとうございます。キャラメル P さん、ありがとうございます。シジマールさん、ありがとうございます。ヨシアンナさん、ありがとうございます。おんともさん、ありがとうございます。リングとヤー3106さん、ありがとうございます。大ちゃんまるさん、ありがとうございます。ジャックさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、今日のね、握手お話し会がね、お昼の12時まで受付中なので、もう一個でも一個でも完売、受付終了出してから、皆さんね、ぜひね、未来とお話し、久しぶりにね、1対1でお話ししましょう。ほんじゃね。バイバイ、今日も一日、頑張れ!バイバイ。朝からありがとうございました。コメントに星にスペシャルギフトに感動。ありがとうございました。今日も一日、頑張ろう!バイバイ。バイバイ、バイバイ。